こんにちは。有楽町店パソコンコーナーの近藤でございます。で、本日は私の方から有楽町店おすすめのクロームブックを紹介させていただきますので、お願いいたします。まずはじめに、レノボのクロームブック、ライディアパッドデュエット560というシリーズになっております。何がおすすめかというと、タッチスクリーンがまず使えるっていうのが、他の機種との違いになってまして、タッチスクリーンが使えるモデルっていうのが、比較的画面が小さいものが多いと思うんですけど、この機種 13.3 型の画面でタッチパネルが使えるというところが、他の機種とちょっと異なってまして、さらに、ちょっと最近こういった機種多いかもしれないんですけど、キーボードを取り外して、タブレット型で動作したりっていうのもできるようになってます。入力などあまりしないときにキーボードがちょっと必要ないな、ちょっと邪魔だなっていうときには外しても使えるので、そういったところもこの機種の特徴になってますね。さらになんとこの機種タッチペンが付属してまいりまして、付属のペンを使えば直接書き込んで使えるアプリケーションによっては絵を描いたりだとか、あとはノートみたいに手書きメモみたいに使えるっていうのもこの機種の特徴になってます。この機種をどういった方にお勧めしているかというと、お子様とかが学校の授業の中で書き込んだりとかメモしたりっていうときにこのパソコンがすごく向いてるのかなと思います。ビジネスマンの方などもすごく明るい画面で見やすいですし、キーボードも打ちやすいキーボードを使ってますので、この商品は比較的多くの方に使っていただいて満足いただける商品かと思います。続いての商品もレノボが出しているアイデアパッドフレックス 560i というシリーズになってます。こちらはどちらかというとオーソドックスなノートパソコン型の形状のものになってまして、この商品だけ先ほど紹介したものよりもシンプルなデザイン、本当にもういわゆる Windows とか Mac のパソコンのような見た目のクロームブックになってます。こういったすっきりしたデザインなので、ビジネスの現場とかデスク周りにおいてもここまで他のパソコンと比べて見た目的にもスタイリッシュですし、フルサイズのキーボードが打ちやすいキーボードでご利用いただけるという点でいうと、打ち込みなどが多いビジネスマンの方にすごくおすすめのモデルになっています。接続できるポートが USB の C が電源も込みで2つと、あと USB の A タイプが1つ付いてますので、どちらかというとそういった接続のポートが少ない Chromebook の中では比較的つなぐ際に拡張するということがしやすい機種かなと思います。さらに、ちょっとこちらの機種もタッチパネルもついてますので、いざちょっと直感的な作業をしたい、加えたいという時にはタッチ操作も可能になっています。以上でクロームブックの紹介は終わりになりますが、クロームブックという商品が比較的今だと学校の教育の面、場面で使われていることが多いんですけども、徐々に今は2代目のパソコンといいますか、メインのパソコンのサブとしてご利用いただいている方も増えてまいりまして、ぜひちょっとした用途で例えばインターネットを見るとかメールをするとかアプリケーション上でやるっていうところに関しては、本来例えば Windows とか Mac のパソコンを買うよりもお求めやすく購入いただける商品かと思いますので、ぜひちょっとそういった時に1台探しているという方には Chromebook 店頭で試してみていただければと思います。以上になります。